9回の裏タイガースの攻撃は3番のピッチャーの伊藤からというところですが、カープの方のピッチャーが変わりました。ここで9回の裏のマウンドに小林寛永が立ちましたが、これが先ほどの、伊藤が投げていた時の木村拓哉のライト前ヒット、坪井が好返球、ディアスが帰ってくる、矢野が離しませんでタッチアウト。いや、あそこでホームインだったら、当然のごとく8対7で9回の裏1点差を追いかける攻撃に変わるんですが、7対7でこの9回の裏に入ります。そして中西さん、ここで小林寛永を持ってきましたね。広島側からすればね、一番そのきつい打順に来ますからね、はい。伊藤そのままいきますけど、そのブロワーズ、ジョンソンという形になりますからね。伊藤が3番でピッチャーに入っていますが、そのまま出てきました。そして4番ブロワーズ、5番ジョンソンという子ですもんね。この辺をやはり止めたいところですからね。だから、とっておき の, そのピッチャーを、持ってきたというところでしょうね。小林寛永をこの同点の局面で9回の裏投入してまいりました達川監督です。昨日も2イニングも投げましたけどもね、はい、もう一つこの小林寛永 の, そのフォークボールっていうのがね、昨日はフォークボールの落ちっていうのが良くなかったですからね。3安打昨日は打たれました。パッチはしましたけど、調子データはもう一つ良くないと思いますね。さあ9回の裏です。今日のタイガースはヒットの数は8本になりました。それからカープは13本です。この回でタイガースは決着をつけたら一番いいんでしょうが、伊藤が8回から投げてます。で9回でもうしばらくは伊藤で行こうということですね。伊藤で引っ張りたいところですよね。引っ張るね、はいはい。昨日のゲームで登板しましたこの小林寛永、4月は結局小林寛永はカープの投手陣の中にありまして8試合投げました。伊藤三振、タイガースファンが一発を期待する4番バッターのブロワーズ。いやー、しかし私もあの時には中西さんと一緒に見ておりましたけれど、名古屋ドームでの9回4試合から打ったホームランというのはものの見事でしたもんね。ブロワーズの苦手とするそのインハイのボールがね、ちょっと打ち返してきたという、カウントもそのワンエンドツーというカウントでしたけども、ライトの横です。前田が最後ファウルゾーンで取りました。その一発を期待したんですけどもね。今日はこのブロワーズに対して割と外の球が目立つかなというバッテリーの攻めのお話がありましたけどね。そうですね。ただ途中3打席目以降からそのインサイドのボールというのが多くなってきましたけどね。1戦目の広島戦から、はい、今日のゲームまで 2打席目までは大体外を中心に広島は攻めてますよね。ジョンソンに対してはどういった攻めになりますかね。ジョンソンに対してはですね、後手というよりも両サイドですね、インサイドアウトコースという感じで、高さのその後手勝負というのはあまりしてきてませんよね。今日は先発しました山崎健から見事なスリーランホームランも打っています。昨日に続いての2試合連続のホームランでした。昨日は先発の山内から第5号のホームランを打ちました。昨日も今日も右中間逆風を突いての素晴らしい当たりでした。
ちょっと鈍い音がしました。延長戦です。9回を終わって決着つかず、甲子園阪神広島6回戦10回に入ります。